今回は今判明してる新キャラの情報をまとめるとこんな感じか。に対するプロ棋士たちの反応集を見ていきましょう。ゆくあきみたいなショタ枠が足りてないわ。ショタはいりません。世界展開を考えるゲームは少年兵、MG ファンタジーとか関係なく棋士される。ロリショタは諦めろ。人類みたいに絶対に子供じゃないアピールしたラインがギリギリだよ。原神は大量によりますね。それっぽく見えるってだけだが、ロリアショタ欲しがる層が腹のキャラ、見た目小さいだけで満足ならそれで良いけどね。カリンもパイパーもチンイも小さいで、設定身長で考えれば12歳の平均身長とかだ。メタルギアは最終作に内丸そうと思えば内丸せる、ゲームオーバーになる。敵の少年兵出してたけどよくできてたなあれ。その後のメタルギアサバイブでは黒人の車椅子の少年がパソコンで主人公たちサポートしてて、あ、察しってなったけど、見た目が少年少女だとダメなの？設定上の年齢、この辺の認識ようわからん。500年生きてる見た目キッズが血まみれハアウトなのか。そこら辺のグレーゾーンの探り合いが不毛になるから、獣にしたり人外肌にしたりしてごまかしに行くのが海外文化なので、見た目的にはグレタとカリュウに双角にパイパーとロリ枠なキャラはいるんだよな。パイパーとかいう女児おっさん、腹の少年は兵士じゃないから冒険だ冒険。カリン、パイパー、チンイは全員、私は働いてます子供じゃないです。ただ身長が小学生レベルなだけです。アピールして免罪符としてる。チンイは人外だからやっぱりカリンちゃんの身長がひときわ興奮するわ。カリンちゃんの身長は12歳どころか10歳の平均なんだよな。グレタの話もしてやれ。ショタは原神でお腹いっぱいなのであんまいらんかな。確かに今のとこ男性ユーザー向けのキャラばっかりだもんな。女でもヨロヨロした男キャラいらんからショタはいらないかな。安藤とかライトみたいな男キャラ増やしていってほしいな。男性プレイヤー的には男キャラ自体いらないかもしれないけど、男目線でも純人間のかっこいい男キャラはもっと増やしてよく。シーズワンピで例えるならロー、キンカムなら尾形みたいな影のあるイケメンキャラも欲しいくらいや。ゼンゼロならショタというか少年キャラを追加したとしても、良い感じのデザイン&キャラ付けで出してくれるかもという期待はある。ショタよりおじさま出してほしいわ。実際はめちゃくちゃ歳を取ってる妖怪とかなら大丈夫なんやろうか。ショタはさすがに出ないんじゃね。刀剣何がしでロリキャラ出ないかなーって言ってるようなもんだろ。逆になんでカリンちゃん許されてるのかちょっと不安になるわ。裏設定にとんでもないこと書いてあったりするのか。少年漫画の主人公テイストなら、ショタというか少年キャラは良さそうだけどな。ゼンゼロ番号さんはよ。6課まではもう見えてるようなもんだけど、その先はどの陣営に何が来るのか全然わからん。どうなるんや。上あたりかと思ってる。ジャトや新メンバーでを出せ。アンビーいつでも昇格可能よ。オボルス招待の話を早く用意するんだ。このままだとワイは反乱軍になってしまう。デスの兄貴、雷冠の侵入あたりが突然実装される可能性はある。前振りはされてるから突然顔出しありそう。早く雷冠さんと福山でお兄ちゃんの取り合いやってほしい。お兄ちゃんが雷冠さんと福山吸血鬼の間に挟まる。周年記念でパールマンの 3D モデルが実装される。体格的にボンプモデルに顔貼り付けただけでいい。来年2月までにどれだけ出せるかだな。モンハン来たら流行が変わるだろうし。デスの友達のボンプマニアも頼むわ。星見みやびっていつだろうな。バーニスライトはもう泣いて見逃すけど、場合によっては柳も見逃さないとかもしれん。ロッカの話が出てから来ることも考えて2ヶ月ごとはハーフアニバーサリーとか旧正月にぶち込んでくるのが一番可能性高い気がする。みやびは少なくとも情報出てる柳ライトの後だろうなら、フェイスを考えると年末商戦にぶつけてくるんじゃないか。ボーナスの時期に期待されてるキャラぶつけた方が財布の紐も緩むし、みやび様は2バージョンは先だし、バーニストライトの片方くらいは引けるんじゃね。みやび露骨な目玉キャラだろうからな、ここぞという時に出すだろうな。どこのソシャゲも年末年始は気合い入れるから、このゲームも例外じゃないと思うよ。あっちのゲームは年末年始よりも春節で本気出してくるイメージ。アークナイツも年末年始は気合い入れてなかったな。そういえば更新スケジュールが滞りなく順当に進むのなら、以下のどちらかに来てくれるはず。12、181、8、
とりあえず整形終わってからやろ。あの見た目のままじゃガチャ回らんぞ。1月末から2月あたりのキャラが日本でいう年末正月キャラみたいな扱いならアイドルかオブルスのどっちかがちょうど目玉として来そうだな。さすがに柳ライトの後にオブルス挟むとか春正復刻とかは考えづらいし、春節なら1、29アプで時が最適か、12、18にオブルス挟むのかな。順当に行くならばバージョン 1.4 で春正と雅実装で6日は全員お迎えできそうな気もするけれど、わざわざ他の陣営を挟むかな。 1.2 がかゆだったしストーリー次第で何でもありに思う。ライトは絶対取るけど性能については半分諦めてるわ。ライトは炎撃破か、グレタお留守番なるのかな。グレタはライトの裏撃破としての性能次第で住み分けの可能性あるんじゃないの。グレイスはアンドーパとかいうめちゃくちゃニッチな居場所しかなくなりそうだけど、シリオンじゃない男性レアだからリンちゃんのためにもライトくん欲しいんだが、俺の財布は全力で箸休めしろって言ってる。ライトは撃破ハマー良いとしてブレイク後に効果力で畳みかけるキャラがカリドーンにはおらんのよな。ライトが火力出すキャラなんじゃねえの。想定がバーニスプラス柳、ライトプラス宮城だったらマジで草。そもそもカリドーンに強行いないし、ライトが勢力合わせて使うことはまず想定されてないでしょ。宮城とライトの関係性は楽しみだな。宮城が強行なら、属性がなんであれライトと相性のいい性能で実装されそうだよな。一見すれば春正が同陣営で順当なんだけど、それだとライトは誰と組ませる想定なの？って話になるし、コントンパがバーニス&柳を想定してるのはプロトパンク見る限りほぼ間違いないし、宮城がそこに入る感じは全然しない。それならまだ宮城、ライト、春正の線の方がありそう。まあ、宮城のロール何もわかってない現状、何の根拠もない妄想だけど。別に直近で実装されるからって相性が良くなきゃならないわけでないんじゃないか。そもそも別陣営だし、実はライトが HAND からの叩き上げで独立した傭兵でしたとか言われたら妄想でしたかっていうしかないけど、宮城が氷強行だと仮定して、ライト総格プラスシーザープラス宮城みたいな感じになるのかな。春正が予測不能すぎてあれだけど、原神もスタレも関わりあるキャラ同士でシナジーないことが多いし、全然そういうパーティーはありそうだね。どんなことがあろうとライト初よ強アタッカーにするんだい。逆に春正が氷強行なんでは、説男目当てのユーザーにライトか春正引けてよかったで終わらせず、野郎でセット運用したら強いから男限定揃えてねみたいな。ライトと春正好きな層違うだろうから、どっちかしか引かない人多そうな気もするが、ライトに合わせてエレン復刻やるんかな。宮城出る前にエレン復刻は十分ありえるね。エレンはまだ雅実が出るまで活躍できて良いじゃん。アンビーとかチンイーが出て速攻お亡くなりになった。エレンパが更新され始めたから、雅実強行予想ならサポーターも考えておけよ。男ガチャだと売りに不安が残る。エレンを復刻させれば雅実の前に在庫処分できて一石二鳥か。アンビーはずっと現役、近いうちに氷強行出す予定だけど、昔の氷強行復刻しますって売り方ありえんの。エレン復刻あるとしたら宮城強行予想してるの意味わからん。そんなこと言ってたらいつまで経っても復刻できないしな。どうせ回すやつは回すからいつ復刻しようが大して変わらんやろ。これで雷強行とかで宮城が出たらムエレン民憤しそう。正直それは貫突総格で何の問題もないから。願望入りすぎ。雷強行だったらいいなも、他で見かける氷以上だったらいいなも、願望色強すぎてアホらしい。エレンは一番好きだし唯一の凸してるキャラだから使ってるけど、正直よほど好きじゃないとエレンを無凸で引くのはおすすめしない。新規キャラの方が強いからね。加えて1凸下なら2凸まで行った方が良いキャラ、コンボが変わって爽快感とダメージが増す。エレン2凸してるけど正直1凸主演パの方が強いからな。エレンパはシーザー入れて完成したから、氷支援とか火星サポキャラ増えなきゃ更新されないと思う。肩落ちだとかスタメン落ちとか気にするようだったら復刻でも引かない方がおすすめ。宮城が異常だったらバーニスと柳は引いていかないとダメそうなんだよな。宮城が強行ならスルーなんだが、どうなんだろ。柳電気だろ、宮城とシナジーやるんか。
宮城が最強ぶっ壊れ氷以上なら、宮城が電気に鞍替えはありえるんじゃないか。まともな雷アタッカーおらんし。グラフィックとかエフェクトとかも作らなきゃいけないのに、そんな属性コロッと変えられるの？顔面絶賛作り直し中やで、ついでや。Cデータから考えれば大分期間が空いてるから変えること自体は不可能ではないんじゃない？変えるかどうかはわからんけど。正式サービスからいきなり入ったからテストのこと全然知らんかったわ。その言い方だとなんか激変してるキャラがいたの？総格が風属性、存在しない属性じゃん。そりゃ確かに激変だな。総格派ベータでは風属性やぞ。雅が雷でも驚かない。ベータ雅のモーションかっこよかったなぁ。まんまブラッシュアップされて出てきても俺は満足できる。ベータ版の雅の攻撃モーション確かにかっこいいけど、もう一声欲しいんだよな。バーニスガチャ終わる前には立ち入れるやろ。ようやく強行だの異常だの氷だの雷だの炎だのうるせえ戦いが終わるんだな。属性とか特性とかはどうでもいいから、とにかく強くあってほしい。炎強行も限定いないし、炎か電気の強行か氷の異常あたりが限定で空いてるんかな。来年の1月には柳バーニスパーティーと宮城ライトパーティーがインフレ最強パーティーになってるさ。明らかに属性増えるようなこと最初のバージョンでは書いてあった気がするのに、いつの間にか見れなくなった。ロード中とかに現時点で判明している属性はって見たから増えるとは思う。何年かしたら結局風とか増えそう。最近初めてサメ子欲しいのに、全然こん近頃のソシャゲによくある選択肢ピックアップとかないのん。エレンのことか。あれ限定キャラだから復刻来るまで出ない広告まだエレンだったりするんだよな。え、限定なの？あの子排出率見てなかった俺が悪いんだけども、マジか。もう引いちゃってるかもしれないけど、今の限定ピックアップは始めたばかり、人向けのキャラじゃないからな。この前のピックアップキャラが性能良すぎる。見た目こだわりなければ温存もありかもな。そもそもまだ半年経ってないし、早ければライト雅あたりで復刻するんじゃね。ライトじゃねえかな、さすがに雅に氷で被せても回らないし。エレン復刻までに氷キャラ増えれば良いな。エレンは組めるキャラ少なすぎ、 1.4 で1人増えそうだけど、それでもエレンと相性悪かったら総格雷冠しか組む相手いない。復刻までゆっくり別の推しキャラでも見つけてくれ。あと400日は待て。実際エレンはシーザーの恩恵相当受けてる。近頃の氷メタと物を収む炎異常接待で騙されてるやつ多いけど、編成単位の DPS 的にはエレン主演、ジェインは弱点で使い分ける程度の横並び。バーニス追加でジェインが頭一つ抜けたぐらい、試しに氷エーテル弱点のシューボスブッチャーで主演パとタイム比較してみ。北米のマーケット重視するなら黒人キャラ出さないと話にならないよ。欧米では狩り女みたいな金髪キャラは人種的に明確に白人とみなされる。創作キャラに人種属性を見出すの欧米人の思考なので口出しできないよ。ドレッドでダンスで戦う黒人キャラとかかっこいいと思うけどな。ストリートファイターの DJ はかっこよかった。宮城とかいかにもな、アジアン顔で刀振るっているんだろうな。原神とか見ればわかるけど、ホヨナイズされれば黒人もただの褐色美男美女になるから、別に実装にビビる必要はないと思う。プルクラとかキャラに関しては金髪女だけじゃなくて、ロボとかケモとか青鬼とか色々いて多様性あるから、このままで良いと思う。欧米重視しすぎて主演とか雅が細すぎ目の変な顔になるのも嫌だし、そういうの配慮しても別に変わんないし、むしろ一歩間違えたら今いる層にそっぽ向かれて終わるからやる価値がない。おっさんキャラは北米に受けるかもな。ホヨバのプレイヤブル、スタレのララガー、13くらいしかいないっしょ。ドラゴンボールもナルトも黒人キャラほぼいないけど大人気やんけ。マーケット重視じゃなく、あっちが全ゼロ作ったらこうなるみたいなのと勘違いしてる人いるよな。半端に多様性、わら、をやるくらいならやんない方がいいよ。ポリコレのおかげで成功した作品なんて見たことないわ。今やバックラッシュが半端なくて、日本の下波なんて比べ物にならないくらい争いの火種になってんだから。そもそも半端な媚びなんて国問わず、どこのオタクも一瞬で見抜かれるだろ。現時点でケモロボロリ石腕と多様性に溢れてるだろ。トランペットやトロンボーン、サックスで戦うジャジーな陣営もいていいのよ。ついでにニューオリンズなエリアも作ろう。文化モチーフにすると文化盗用で騒ぐしな、出さないのが正解。
ジマルニーみたいに配慮して作るとクソになるからな。ポンペイおじさまみたいなタイプのかっこいい黒人キャラ希望します。黒人出してそういう勢力に媚びる必要性が感じられない。黒人いなくても北米で人気なものは作れると思うし、出したら出したでまたイラストの肌の色とかで面倒なことになりそうだし。黒人が出ないゲームがあっても良くない？逆に黒人だけしか出てこないゲームがあったっていいと思うし、それもまた多様性だよ。最近は全部の人種出しましょうみたいなゲーム多くて変わり映えしない。もはや EU の時代でもないのに、なんでポリコレコンサルタントの言うことを聞く必要がある。金出さない奴らが騒いでるだけで北米のユーザーもそんなの求めてないやろ。いかがでしたか？このチャンネルでは今後もジェンデスゾーンゼロの最新情報や攻略などに関する反応集を幅広く投稿していきます。動画の感想や意見をコメントしていただけると議論が深まり、より多くの有益な情報を得ることができる場になると思うので、気軽にコメントしていってください。反応集版攻略チャンネルとして役立つ情報を最速で提供できるように頑張りますので、ぜひチャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いします。